カッポレカッポレアマチャでカッポレ、白いカッポレは初めて見ました。黄色いくせに赤姫路とか、質より量で勝負する魚たちが目白押し。さらには自分で操縦するドローンに襲われちゃう変な人とか、夜の砂浜で踊り狂う怪しい人たちもご紹介。首都マーレから西南西へ70キロ、南北に長いアリカン礁のほぼ真ん中あたりにやってきました。ダイビングの2日目の1本目です。早朝ですね。フィッシュヘッドというサメのアタックが見られるポイントに潜ります。頑張ります。俺が何を頑張ったかよく分かんないけど頑張ります。ゆっくり潜航していきます。泡に興味があるのですね。さざ波トサカハギが集まってきました。ダイバーはフッキングして観察します。群れハタタテダイはのんきに食事中です。まるで緊張感がありません。食事の時はいつもより群れの間隔が広くなるようです。早速オグロメジロザメがやってきました。普段は単独で見かけることが多いカスミアジも群れを作って臨戦態勢です。フィッシュイーターの大御所ローニンアジも登場。タコは恐怖のあまり頭を抱えちゃっています。しかしあまりに獲物が散らばりすぎているためか、サメも的を絞れないようです。まるで平和。アタックらしきものはほとんど見られませんでした。ちょっと拍子抜けして撤収です。いつも通り3分間の安全停止。ドリフトではないので浮上したところにドーニがいます。1本目が終わりました。フィッシュヘッドでした、ね。魚魚影がものすごく濃くて、サメとか、ね、大きな魚のアタックが入るんですけど、なんかみんな平和的に仲良く泳いでるというのがとても印象的でしたね。あんまりこうガツガツしてなくて、なんか和気あいあいと泳いでるんだけど、たまにアタックが入るっていうよくわからないところでした。ダイビング2日目の朝食です。朝食を食べている間に船はアリカン礁の西の端に移動しました。ドーニに乗り移るのはほんの少しでも波があると割と大変です。なんだよ、そんな楽々に降りてくるの来られちゃ困るんだよ。なんで2日目のダイビングの2本目です、ポイントはムーフシというポイントに潜ります、雨季のポイントで、雨季にはマンタがたくさん出るらしいんですが、寒気は逆に透明度がいいだろう。マンタは出ない代わりに透明度がとてもいい。そこを気持ちよくドリフトしようというダイビングです。梅色もどきのそっくりさん、イエローバックフュージュラー。その中をオグロメジロザメが横切っていきます。カッポレです。これは寝ている時によく見られる泳ぎ方です。真っ昼間なんですが、カッポレは白いのが普通なのかもしれませんが、僕は真っ黒なものしか見たことがありませんでした。こちらが7年前にベヨネーズで見た黒いカッポレ。こうして見るとそうめったに会える魚ではないようです。
じっとしているのは眠り深。泳いでいなくても呼吸ができるのです。ヒメフエダイの群れです。渡り鳥のように V の字型になっているのはなぜなのでしょうね。こちらはムスジコショウダイ。ここではいろいろな魚たちがテーブルサンゴに乗っかるように群れているのが面白いですね。この群れはヨスジフエダイです。そして割って入ってきたのは赤姫路。真っ黄色なのに赤姫路。生きている時は黄色いのですが、死ぬと赤くなるのです。黄色いもの同士混ざっちゃっていますが、自分たちでもよくわからなくなっているのかもしれません。こちらのテーブルサンゴはお立ち台でしょうか。ナポレオンフィッシュも参加したいようです。やる気のない宝石金時の群れは魚のくせに潮に流されまくっています。最後にテーブルサンゴの平原を気持ちよく流されてExitです。泡か冷えかどっちか。冷えか、真ん中手前はカレーです。やっぱり辛いのね。左上はゴーヤかな。カッシーさんが新しいドローンを持ってきたので飛ばしてみることになりました。正常 OK。 離陸方法を学ぶ。学ぶ今から学ぶところかい。お、また飛んだ。こっち行っちゃダメだって。ちょっと一回着陸させるね。うん、あ、ダメ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 。ここダメ。着陸した。これ難しいわ。練習必要だねこれね。次のポイントはまったりするポイントだそうですので期待しております。あ、もうさっきもシビアなアゲンストで足がパンパンです。これね、厳しいダイビングだと足つっちゃいますね。サンプルの3本目はエンブドゥティラ。小さな魚の大群がいます。体が透き通っているスカシテンジクダイの群れの中を突っ切っていきます。それにしてもモルディブの魚は全く逃げません。光を当てるとキラキラと光って綺麗です。
カッシーさんも珍しく真面目に撮影しているかと思ったら、何やらいたずらを思いついたようです。まったく何をやっているのだか。おや、しきりに後ろを指さしていますね。カタクチイワシの大群です。瞬時にフォーメーションを変えて楽しませてくれます。正確にはカタクチイワシかどうかわからないのですが、この手のものはたとえキビナゴでもイワシということにしてしまうことが多いです。また光を当ててみましょう。イワシを狙っているのでしょうか。イソマグロが現れました。ここは小さな魚の大群を楽しむポイントでした。船に上がるときはまず横に垂らしてあるロープに捕まります。フィンはガイドが脱がしてくれますので、そうしたらラダーを上がりましょう。まあ慣れている人は自分で脱いじゃいますけどね。2日目のダイビングが終わりました。まったりって言ったのに結構泳ぎましたね。イワシのね、イワシとスカシテンジぐらいの群れがすごかったです。特にカタクチイワシのね、稚魚の群れがすごい綺麗でしたね。あそこまで数が多いと壮観で、なかなかああいうのも好きです。今日のダイビングは3本でおしまい。夕飯は近くの島の浜辺でということになりました。連絡用のボートでエンブドゥ島へ向かいます。エンブドゥ島に上陸して、晩ご飯を食べます。じゃあ桟橋はありませんから足濡れますからね。はーい、よし、引いた時に俺は飛ぶんだ。行くの？座ったまだ行く。おお濡れた。濡れるって濡れるってダメだった。エンブドゥ島上陸作戦。あ、でもなんか綺麗な、いい色してるな、ここ、ね、砂浜にはスタッフの芸術作品が。うわ、めっちゃいい感じ。モルディブの小さな島はほとんどが私有地であるため、上陸するとお金を取られます。ここも10ドル取られました。そういうことも事前に言わず、会計の時にいきなり請求してくることが多いので、モルディブに行く時は心得ておきましょう。パイナップル焼きが辛いです。スタッフが楽器を持ち出しダンスが始まりました。こうしてモルディブの夜は更けていきます。船の上からジンベエザメを探します。見つけたらタンク汗を負わず急いで飛び込め。何これ、人多すぎ。殴られるわ、蹴られるわ。ダイビングでも挑戦、でもジンベエに追いつけない。誕生日の人もいれば王様の人もいる。え、王様？